はい、6月26日です。先々週から続いたパナソニックの組み立て4台、4台か、最後に1台今日納車なのでその前に動画撮ってます。最終点検をしてますと。でここはねタッチペンでちょっと大きくは映せないんですけどタッチペンで修正します。ネジを今回こうネジをね削ってあげれば塗装の剥がれがなくなったのでこのシートピンをちょっとだけ削ればいいと思います。多分他のショップさんもし、ね、塗装剥がれる場合はネジを削ってみるといいと思います。はい、いやかっこいいですね。ちょっとここですみません。で今回この自転車は、以前、ウィリエールのカーボンロードバイクから、まあ、パーツを移植してあとまあレバーとか、まあ、レバーがね1個前の5700のレバーだったのでこれねちょっとねスカスカして壊れやすかったのでレバーを交換してあとリアメカとスプロケット11-34T に対応したリアメカをつけてますと。でチェーンも今回新しくしてます。ロードとこのシクロクロスってこのチェーンステイの長さが違うのでチェーンがね多分2コマぐらい足りなくなるのでチェーンを交換してます。あと、ハンドルとバーテープイーストンがねほんと入ってこなくてだからイーストンのハンドルを入ってきたら、まあ、差し替える感じします。今シンクロスのハンドルをつけてます。でバーテープは、まあ、ちょっとイーストンよりも多分こっちがねなんか良さそうなんでシンクロスのバーテープつけてます。でステムが100の角度0の上向きになってます。でサドルがカーボンレールシートバッグが、ジャンドーっていうねシートちょっとこう色合ってますよこれ。でお客さんがこの前来た時にもしかしたらフレームバッグつけるかもしれないということでライナーをこれつけてます。まあ、シートバッグつけてもサドルバッグフレームバッグつけてもケーブルが干渉しにくくなってますと。でボトルゲージホワイトいいなっていうかこの角度いいな。エレファントサイクルエレファントレーシングチームブレーキがシマノの R535 ってやつかな。同じようにここにアジャスターをつけてます。これで調整が簡単です。でケーブルシマノね。で今回はホイールイーストンの R90SL をつけてます。これね結構ねチューブレスも良かったですね。シュワルベのチューブで相性いい多分リム一緒これ空気漏れなくなりました。一回空気漏れてねシーラントを補充してぐるぐる回したら空気抜けなくなりました。でタイヤはシュワルベのプロワンの 732C かな 2C のチューブ専用にします。でホイール手組みね。でまだねこの28あえてこう32ホールにしたのかな。それのリムがまだ国内在庫あってなんかね東商会さんがリムなもう投げ売りしてるんでねもう投げ売りすんなってるんです。本当にイーストン在庫ないんだったら僕セールしない方がいいと思うんですけどね。なんかねまあいいとしてね。でペダルは105のペダルね。僕ね105のペダル見たの初めてかもしれない。アルテグラと一緒ぐらいなのかな。今これ買ったら1万9000円ぐらいかな。アルテグラが2万3000円ぐらいするのかな。そうそう。あと気になったのが、まあ、普通フロントディレイラーが、まあ、1世代前のフロントディレイラーなのでもしかしたら、まあ、今の方がねもう圧倒的に調整しやすいんで、まあ、もしこれダメだったらバンドは生きてるから直付けのフロントメカだから R7000 に変えてもいいのかなと思います。でヘッドセットクリスキングね。で調整しやすいようにちょっと細かいの入れてます今回。いやお待たせしました本当に。あとねまあこれパナソニックさんのね補修液っていうかなタッチアップペンありますんでもし欠けた方いましたらこれグラインダーでねこれ削ってねできますのでという感じですかね。だいたい
パナソニック CX リムブレーキモデルのオールロードバイク仕様の金額がだいたい50万ぐらい。で、納期が、部品にもよりますけども、1ヶ月半から、今回ちょっとかかりすぎたな。何がかかったんだろう。ヘッドセットか。2ヶ月半かかったかな。ちょうどね、暑い時期になったんで、ちょっと危険なんですけど、2個あればね、水分補給しっかりできるんで。そんなもんですかね。ちょっとパナソニック少なくなって、ちょっと寂しくなっちゃいましたね。あと引き続きというか、これ、一応試乗車あります、パナソニック CX。 あと僕っていうか、お店のやつ、これ590のやつね。あと570の CX リムブレーキモデル、あとさっき紹介した570の CX のディスクブレーキモデル、これも一応試乗車でありますので、もし気になる方、店頭で乗ることできなかったら見るぐらいはね、多分どんな作りかなとかね。あ、40C ギリギリなんかとかね。でも 40C いらないんじゃないかな。40C 乗るぐらいだったら、ちょっともう思い切ってグラベル系のバイクに振ってもいいかもしれませんね。CX じゃなくて。どこですかね。あと引き続きパナソニックは、この赤とグレーのやつお客さんもらったやつで、こっちはロードバイクの、クラシックタイプのフレームで、今17万円で販売してるかな。前ね、赤と黒だったものをパナソニックさんでリペイントして、ほぼ新品になってます。あとリペイントの受付もしてます。うちはね、もうちょレーシングカラーだけにしてます。レーシングカラーのペイントは、お客さんと僕の送料全部込みで5万円でしてます。で、もし乗れる、こういう感じで持ち込みの場合は、脱着の工賃いただきたいんで、7万円でやってますんで。そう、結構ね、県外の方からね、問い合わせあるんだけど、まだ誰も フレーム送ってきてくれないんで、なんか最初に送ってきてくれた人は何かしてあげたいと思うんで、ぜひそのあたりも公式 LINE までお問い合わせください。はい。そんなことかな。落ち着くよな。なんかやっぱフロント、結局やっぱフロントダブルがやっぱり落ち着きますね。32C、バランスいいな。これクランクでかいんかな。5236か。でかいな。でもチェーンリング変えれば50の34いけるのか。という感じで、かっこいい。もう輝いてますね、アルテグラね。いや、でも今回ね、パナソニックさん、ちょっと塗装が弱いということの、対応がちょっと僕的には納得いかないんで、また今回のこれを機に、今年中パナソニックさんが何かもっといいように変わればいいなと思ってるだけじゃダメなんで、僕もやっぱいい自転車なんで、もっといろんな人に乗ってほしいし、そのためにやっぱりいい状態でお客さんに納車したいし、そのためにはパナソニックさんがいい状態で、ね、出荷してもらえれば何も文句ないんで、引き続きパナソニックさん、よろしくお願いします。はい、そして広島市安佐南区の7つ星しかね、狭い店ですけど、パナソニックの注文全国から受けてますので、引き続きお手製お待ちしてます。はい、終わります。最後にね、ガラスコーティングじゃなくて、バリアスコードしていこう。